ボナパーティ、LV、ヘルシンキでの2007年大会にて、パイレーツ・オブ・ザ・シー、ベオグラードでの2008年大会にて、ラトビアのユーロビジョン・ソング・コンテストでは、ラトビアにおけるユーロビジョン・ソング・コンテストについて述べる。ラトビアは2000年大会からユーロビジョン・ソング・コンテストに参加しており、2000年の大会では、ブレインストームがマイスターを歌い3位に入賞した。 ラトビアは2002年大会でマリア・ナウモバがアイワーナ王対マルタからの12得点をはじめとする高評価を得て合計で176得点を得て初めての優勝を手にした2002年大会での優勝により翌2003年大会はラトビアのリガで開催されたラトビアは2009年大会で初めて大会への不参加を計画したラトビアでのユーロビジョンの放送や 関連業務を担当するラトビアス・テラバイジーヤは、ラトビア政府が LTV に対する予算を削減したことから、参加費用が払えないとして大会への不参加を表明した。しかし同時に、LTV は2010年大会では参加したいとの希望を表した。その後、一転してラトビアは大会に参加することを決定した。ラトビアからは2020年までに20局が大会に参加している。 参加曲はほぼ全てが英語の歌詞であったが、2004年にはホミンス・クレインスがラトビア語で歌った。また、2009年にはインタルス・スブスリスは国内選考においてサスター・ガムズをラトビア語で歌ったが、モスクワで開催された本大会には同曲をロシア語の歌詞と曲名、プロブカとして参加した。ラトビアから高得点が送られた国々、 ラトビアに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。